オンラインフェスタが終わりましたけども今回ねオンラインフェスタ本当にね大勢の方が来てくださったんですそして今までのオンラインフェスタと違って非常に特徴的なことがありまして、えー、何が一番人気だったか皆さんどう思いますかこれがね実はねカウンセリングが一番多かったんですよ今までもカウンセリングやってましたけどもそんなにね、えー、大勢の方がカウンセリングに来るっていうそんな感じではなかったんですけども今回は9人の方が来られました どうしてそういう現象になるのか、皆さん、どう思いますかこれはね、ズームでつながれる、ズームでたくさんの講座が受けられるっていう、そういうのがね、もう日常になってきたんですよね。あっという間に。だから、皆さんのリビングで、自宅で、いろんな講座を受けて、いろんなイベントに参加して、また有料であったり、無料であったり、もういっぱいあるんですね。そしてそれに参加すると、たくさん刺激をもらって、楽しいだけれども、 圧倒されてしまって、自分は一体何をすればいいのか、選択肢が増えすぎて、そして、ね、迷ってしまうっていうそういう現象なんだろうと思いますね。もう一言でこう集約すると、今回の相談の中でもそういう性質のものがたくさんだったんですね。結局ね、今後もますますこういう傾向が続くと思います。Zoom でななががるるるのが日常にに当たり前になる でじゃああなたは自分は一体何をしなければいけないのかっていうそういう見極めが大切になってきますね。何が欠けてるのか、今自分の段階では何をしなければいけないのか、どうしなければいけないのか、まあ、そういった、ね、ちょっとしたアドバイスを必要としている人が一気に増えてきたということだと思うんですね。今まででのののんびりと、えー、自分のペースで勉強していたのに イベントに参加してすごく刺激をもらう。また次のイベントに参加してびっくりしてしまう。えー、っていうふうな、そういうことがずっと連続してしまうと、結局ね、まあ、自分のペースを乱される。あるいは自分を見失ってしまう、えー。そういうことなんだろうと思いますね。まあ、イベントでたくさん刺激をもらってやる気になっても、結局、自分が実行しないと何にもなりませんから、当たり前のことですけどね、えー。その実行するために何を具体的にやっていくのか。 まあそういううういいいとととこころろでのきっっかかけが欲しただ思ますねイベントで楽しくやるっていう単発の講座有料であれ無料であれねそういうのと実直に毎日あるいは毎週に1回きちっとこう積み重ねていくようなタイプの勉強とまたちょっと切り離して別のものと考えてコツコツと積み重ねていくっていうそういう勉強をしていかないと 単発のイベントは、ね、楽しいんですよそういうふうに、まあ、やる側も、ね、準備をして皆さんに提供するわけでえそれで圧倒されてしまうっていうことのないように圧倒されてもその圧倒された分をこう埋めていくもらった刺激をきちんと消化をしてそして自分のやるべきことを見極めてやっていく、まあ、そういうことが必要になってきましたね。 ズームでのこの学びが一気に進んだ分だけ、その辺の自分のペース配分、そして日常的にやるルーティーンとして、自分は何をやるべきか、まあ、そういうところの見,見極めが必要ですね。